皆さんこんにちは、サムです、今回ですね、一応早引けの道なんですけど、もう基礎練中の基礎練、ね、皆さん絶対やってるであろう、あのクロマチックスケール練習、こういうやつですね。でこれですね、あのとりあえずなんかこれやっときゃ間違いないみたいなね、風潮があるわけですよ。ただ、私、あのね、一応長いことね、人に教えてきてるんですけど、あの、まあ、経験者の人とか、あの、ね、ちょっとやってみてって言うとですね、もう何、何全員かな今まで。絶対ね、こういうふうにね、まず何、何こういうふうな感じで始めるんですよね。やっぱりね、あの、まずこれはクラシックフォームでですね、指をこう、バラバラに動かすんですか。で、まあもちろん、まあピッキングと合わせるっていうのもあるんですけど、やっぱまず一番大事なのはですね、こういうふうにあの、まあこれ1234でやってますけど、そのまあ担当の指あるじゃないですか。1だったら人差し指ね、4だったら小指と。それが、まずポイントとしては、その、まあ小指4フレットですよね。この4フレットの空間からいなくならないようにすると。要はこういうふうになってると、こういうふうになるじゃないですか。ね。じゃなくて、あくまでその、フレットの上、ね、その指板の上でバタバタすると。まずこれポイントですよね。あと後ろは完全にこのクラシックフォームなんで、こういう感じですよね。で、これね、あの、まあ、いろんなやり方はあるんですけど、一応私がですね、こう推奨しているのは完全なクラシックフォームでやると。で、要はこれは、あの、下の弦に行くにつれ、ロックになる人いるんですよね、これ。こういうふうにね。ではなくて、こう完全こうクロマチック固定でこうやっていくと。ですね。ロックの出番はないと。で、まずフィンガリングなんですけど、このように、どうしてもね、こうなっちゃうんです、みんなね。こんな感じ。ね。じゃなくて、こう指だけ動いてるイメージ。これ手は動かさない。で、まずこれのやり方なんですけど、まあ完全なクロマチックフォームじゃねえや。完全なクラシックフォームで、こういう感じですね。こういう感じ。で、まずこう、1と4、人差し指と小指を押さえちゃうと。そうすれば、こう、中指と薬指がこう自然にこうなると。だから、人差し指と小指が、このね、こうじゃなくて、こう、カッコみたいに、ね、なって。で、こちらは、長いんで余るんで、こう、立ってると。で、人差し指は、べったり。バレーじゃないですよ。うん。で、小指も、まあ、ほぼついてると。で、この状態で、4本、ね、指4本押さえてる状態で、人差し指が浮かすと。ね。それで、こう、だん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 、スタートすると。でその時に、まあ、ピッキングするじゃないですか。で、このピッキングに合わせて動くんで、この、1、2、3、4って、この、ね、デジタルっぽい動きっていうんですか？こう、ね、待ってるとこから、はっ、はっ、はって動く。はっ、はっ、はっ。で、この、こういう風にね、他の指離れちゃう人いるんですけど、とりあえずこの指は足していくだけなんで、ね。で、小指を押さえるときに、まあ、人差し指は違う上に他の下の弦に行くので、1、2、3、4で離すと。1、この時にですね、こう中指とか薬指が、こういう風に離れちゃったらね、する人いるわけですけど、つけていくと。で、人差し指なんですけど、まあ僕ね、よく講座のね、あれで言ってるんですけど、基本的にこう、もう絶対上の弦に触ってると。だからこの時に、この5弦の1フレットを押さえる時に、6弦に指先が触ってると。それで下まで行くわけですよ。タン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 。で、1弦に行くとこうなるわけですね。全部の指がついてる状態ですね。で、この状態で今度下がっていくんですけど、まあ、1弦は指を1本ずつ離していくだけですけど。で、2弦からは、まあ、その出す音の指だけ押さえると。こういう。こんな感じですね。
左手はこんな感じですね。で、これはまあもちろんね、クリップに合わせてやるんですけど、まずこのフィンガリングが綺麗にいくまではこうね、特にクリップに合わせなくてもいいと思うんですよね。メトロノーム、これテンポ120、ね。こんな感じですね、左手はそうですね。で、問題ね、こう結構右手なんですよね。右手がオルタネイトでね、こう一本釣りやっていくんですけど、こう今ねちょっと弾きましたけど、基本的にこの上の弦は右手がミュートしてると。ですからこので、これ右手ミュートしないでやると、こういうことになるわけですよね。一本上の弦はね、人差し指が触ってるからいいんですけど、二本上の弦からはどうしてもね、誰も触ってないので。だから右手なんですけど、あのピッキング方もね、こうちゃんとしてる人は、あのピッキングするとこの、ん、ピッキング、ん、ピッキングするじゃないですか。そうなるとここですね、ここでこう上の弦をミュートしていくんですよね。で、自分でわざとミュートしてるんではなくて、この自然にこう上から触っていくわけですよ。でね、ギターソロとか弾く、ね、単音を弾く場合はこの辺をこう視点にしてこう動かしてるんですね。ですからそれができてると、このようにですね、このように一本上の弦にすでにもう触れると。もちろんこれ触ってないと、まあ絶対ね、絶対こうなるわけですよね。だから右手ちゃんとすると、これがなかなかね、こう、特にね、ギターや、長くやってる人で、こう、ピッキングフォームがね、こう、ちょっと癖ある人だと、できないんですよね、基本的にも。だから、もうピッキングフォームから直さないとなかなかね、これができないと。こういうね。で、右手と左手の、まあ、コンビネーションですね。で、右手のピッキングなんですけど、こう、その弦に、弾く弦に、ピックを自分で持っていくと。そんなイメージですね。要するにこういう風にやっちゃう。こうじゃなくて、ここの角度は変わらずに、その弦にこう向かっていくと。まあこれ、ね、ソロの時とか、基本こういう風に弾いてるわけですよ。この、ね、スキッピングとかは別ですけど、基本的にこの、持っていってるわけですね。まあ、このね、右手のピッキングについては前にもね、多分説明してるんですけど、これもクロマチックでね。だから、こういう風に、生音とかクリーンでやるよりも、本当は多少こう歪んだ音でやった方が、音をちゃんと出すというのと、こうノイズを出さないと。で、これはね、ちゃんとこう、綺麗にできるようになると、もう、なんていうんですか。ね、YouTube 見ながらでも、テレビ見ながらでも、こう、なんとなくペロ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 ね、こう、何も考えずに永遠にやってられるわけですね。僕、昔そうでしたね、中学の時ね。ずっとやってました、これ。テレビ見ながら。バカですよね。まあ、いろんなバリエーションあるんですけど、私が、ね、僕が思うに、もう、これだけでいいんじゃないかと。で、これ早く弾くための練習じゃないんでね。別にこうやってね、がむしゃらにやる練習でもないんですね。というか、綺麗に、フィンガリングフォームもピッキングフォームもこの綺麗にして、ちゃんと音を出す。そして無駄な音は出さない。で、指だけこう動くと。で、なんか親指は固定なんですよ。ね。6弦弾いてる時も、これでででででだーって1弦まで行く時も、このクラシック4のまま。これがまあ、僕がこうやってる練習の、このポイントですよね。こうならない。うん。こう、じゃなくて、こう。ですね。で、あと右手はね、こうね、マスターしていただくと、すごいね、
ノイズが出ない綺麗なね、音で弾けるようになる。特にね、こう、歪み系の音でね、弾く人たちはね、こう、ノイズの嵐になっちゃいますからね。かといって、こう、固定してね、こうやって指で弾く。まあ、指で弾くのもありなんですけど、まあ、この練習に関しては、ちゃんとしたこの手首を使ったオルタネート。で、まあ、これは、なんて言うんだ。別にまあ、例えば女性の場合だったら、ね、ちょっとここでこう綺麗にね、やるの難しかったら別にさっきやってね、3フレットスタートでもね、全然問題ないですよね。だからベースもそうですね。ベースで1からやるのはきついですからね。こう3とか5から、こう、教えてますね。私はベースの場合はね。そんな感じでやっていただけると、もちろんこれはね、まあゴールのない練習。私もね、今までにこう、ギター持ったら、なるべくやるようにしてるんですけど、指鳴らしみたいな感じですよね。そうなるとやっぱね、こう、指がね、ピロピロと軽やかに、ふくふくになります。でも、やっぱりね、案外こう、右手の練習になるんですよね。やっぱこうね。ね、いいですね。ね、まあ、こうやってなかった方はね、こう、今からでも遅くないですので、このようにして、こうやってもらうと。まずね、この、やっぱり一番最初に言ったように、この、まず1、2、3を押さえちゃってから、こう、ね、人差し指側を浮かせて、スタートすると。で、この指だけを動かして、で、その指たちは、この、そのフレットの空間から出ないようにすると。こうやって音出さなくてもね、左手の練習にはなりますね。やっぱりね、この、あとポイントは、ピッキングの動き出す瞬間に、フィンガリングも動き出すと。カッカッカッカだよ、カッカッカッ。どうしても、例えばこの、中指を、で、次に薬指なんですけど、ここで薬指ね、引く、こっち、右手が動き出してないのに動き出しちゃう人が結構いるわけですよ。そうなると早く、若干早く弾くと、こういうふうに合わなくなるわけですね。うん。まあ、細かいんですよね。だから本当にこう、まあ、何もね、何もっていうか適当にね、こう、やってるだけでも練習になるんですけど、まあ、せっかくね、同じ練習時間使うんだったら、ちゃんとやった方が、よりね、すごいいい練習になりますので、絶対もう、これはもう、このようにやっていただけると、本当に、あれですよ、なんていうの？僕のように弾けるようになります。はい。ねえ、こんな言い方あれですけどね。だからね、その、特に日本人はね、こう、フォームが綺麗な人が多いんですよね。ね、外人さんはね、手がでっかいんで、こうしたらにね、こうやってる人とかいるんですけど、やっぱりこのね、日本の上手い方々はね、皆さんこう、基本的に綺麗なフォームで弾いてると思いますんで、やっぱりね、まあ、僕はね、こう、すごいフォームにうるさいんですけど、そのフォームはこの、ね、クロマチックスケール練習によって、こう、まあ、それだけじゃないですけど、これをちゃんとやると自然にこう綺麗なフォームになりますんでね。だこっちもね、ミュートポジションでやる人いるんですけど、ね、ミュートポジションはミュートできませんので、やっぱり普通のちゃんとしたポジションですね。この音が止まるとこ、ね。ミュート奏法やるポジションは音が止まりませんから、特にハードロックのメタル系の人はね、このミュートポジションってめっちゃ弾きますから、ね、こうやってね、じゃなくて、ちゃんとこの、ブリッジが見えてる状態ね。こうじゃなくてですね。ここはもうね、ブリッジミュートポジションですので。ね。ペンペン言うとこですね。だから、普段普通のとこ。ブリッジミュート。これもね、まあ、多分あんまりやったことないと思うんですけど。ですから、だいたいね、こう、ストラトル系の場合、普段は、このね、フロントとセンターの間ぐらいが、だいたいピッキングポイントなんですよね。で、ブリッジミュートすると、このセンターの真上になると。そうなると、センターピックアップが結構邪魔なんで、まあ、我々は結構下げると。そういう感じですよね。
これね、真上で弾くことになるんでね。ね、ハムハムのギターだったらいいんですけど、私結構ね、こうセンター、ピックアップがある、やっぱり、ね、古い人間ですので、ストラトが好きですので。すいません、ちょっと長くなりましたが。どうしてもね、クロマチックスケール練習の話になると熱くなってしまうんで。ですね、まあやっていただければと思います。ではまた。